日韓防衛交流再開へっていうんですよ。当然レーダー照射問題どうなったんだよって話ですよね。レーダー照射問題、あ、読売新聞ですけど、再発防止確認って、再発防止も何も謝れって話ですから、はい、再発なんか日本が悪いみたいじゃないですか。なんかで事件事故みたいな起きたみたい、いや違うから、これ一方的にだから、レーダーを照射した、国際法に反し、しかも軍事的な常識を逸脱した、大変危険な行為を意図的に韓国軍が取ったんです。それに対して、何やってんだよと。ねえ、非常識なことすんじゃねえぞと、日本が怒ってるだけですから、再発防止も何も、いやいや、謝れって話です。ええ、嘘つき。嘘で塗り固めたわけです。ええ。でもこんなんだったら、もう日本とのね、なんか防衛協力とかありえないし、自衛官かわいそうですよ。レーダー照射されてね、一言も謝ってもらえない。で、なんか日本が半分原因があるかみたいな、ね、これどうやって防衛交流するんですか、どうやって共同訓練するんですか、かわいそうですよ。そんなんだったら、もうだって信頼関係ないんだから、共同訓練とか防衛交流とか無理ですよ。成立する余地がないですよ。だからね、岸田首相もね、なんか韓国がすり寄ってきて日本に仲良くしようって言ってきてんだから、あ、だったらまずレーダー照射の問題謝れと、そうじゃないとね、防衛協力も何もないぞって言えば謝ったんですから、なんであのタイミングでやらせなかったの。もうレーダー照射問題を棚上げしてね、仲良くしようとしたわけでしょ。安倍さんだったら絶対そんなことしませんよ。そうですよね。で、今更ね、防衛大臣、防衛省会談っていうのをするらしいですけども、再発防止確認って、なんか日本が半分悪いみたいじゃないですか。もうとにかく韓国はね、めちゃくちゃな行為、危険な行為を行った。そしてそれを隠蔽しようとしたんですよ。いろんな理由をつけてね、あ、それはこういう事情で、最初出してないって言ったんですよ。ええ、そのもん出してないって言った。そして安倍さんが映像公開したら、出してんじゃねえかと、ね、嘘ついたなって話です。いや、それは、いや、ちょっと、天候が悪くて、いや、出してんじゃねえかって話ですから、最初出してないって言ったんですよ。で、動画出したら、あ、出しまし、ちょっと遭難船があって、それを探すので、救助のために出してたんです。いや、出してたんじゃねえかって話ですから。で、そのね、荒れてて、海が荒れててって、いや、晴れてんじゃねえかって話ですから。しかも、船を遭難するのに、レーダー照射なんかしませんからね。全然、電波でも全然、ほら、レーダーって言ったって、意味が違いますから、レーダー照射っていうのはね、射撃管制レーダーですから、ロックオンして撃つっていう時にロックオンですから、そんなもんで、遭難船のね、捜索なんかしませんよ。海が荒れてて、晴れてんです。なぎですから。どこが海が荒れてんですか？天気とか、バレるような嘘をつくんですよ。どこが海が荒れてんだと。なぎじゃねえかって話ですから。晴れてんじゃねえかって話ですよ。いや、視界が悪くて、晴れてるだろうって話ですから。よくそうやって平気でね、嘘つきますよね。それで、日本がね、冗談じゃないって言ったら、いや、そもそも自衛隊のせいだとか言い始めたんですよ。威嚇されたから、追い払おうと思って、照射したんだ。いや、照射してんじゃねえか。え？遭難船、嘘じゃないか。でも何度も嘘。で、最後開き直って、そうだよと。自衛隊が危険なことしたからね、照射してやったんだって開き直ってるわけですよ。嘘、ごまかし、とぼける、嘘。こういうやりとりなんですよね。まさか安倍さんがね、動画公開すると思ってなかったんですよ。出してないで乗り切れると思ったんでしょう。動画出てきちゃったから。出してんじゃねえかって話ですからね。まあ、こういうね、ただレーダー照射して何もないんじゃなくて、その後のやりとりが、まあ、嘘、ごまかし、とぼける、嘘。そして最後は逆切れでお前が悪い。何ですかこれ。こんな連中とどうやって防衛交流するんですか。なんかあったら、
また嘘嘘嘘やるんですかこれ。だからまずね、レーダー照射は全て韓国軍の責任ですと。で、日本から指摘されてね、ごまかした、あれも申し訳なかった、嘘をついた、あれも申し訳なかった、これからはね、嘘をついたりごまかしたりしない、ね、こんなレーダー照射するなんて危険なこと一切しませんと約束するから、ね、まあちょっとまたこれは許してもらって、まあ今後の交流の中でね、信頼関係を取り戻せるようにこれからちゃんとするから見ててほしいと言ってくれたら、まあね、うん、まあそこまで言うんだったらね、じゃあ仲良くしま、まあ、で防衛交流の、ね、入り口に立とうかということにもなりますけども、謝らないであんな嘘だなんだ、よく国レベルでよくあそこまで嘘言えますよね。だってね、友達同士の喧嘩で言った言わないとか、どっかがぶち切れて、なんでお前の時みたいに、ね、なんかそう個人的なやり取りで嘘をつくのと国レベルですからね。だっていや天候が悪くて波が高くて、嘘じゃんそんなん。晴れてんじゃねえかって話ですから、何じゃないかって、なんで そんなつまんない嘘を、国レベルでそんなつまんない嘘を1個じゃない、4個も5個も6個も嘘を重ねて、最後ね、全部嘘だって言われちゃって、動画まで出されちゃって、嘘だって分かっちゃった時に、バカ野郎だ、全部そうだよ、照射したよと、うん、自衛隊に威嚇されたから照射してやったんだって、そこで開き直りですよ。嫌なやつでしょ、こんなの周りにいたらもう絶対友達になりたくないよね、このやり取りで。最後、そうよ、照射したよ、お前らがいけないんだ、なんすかこの開き直りは。で、なんで一生懸命嘘をついて出してませんって言ってたんですか、最後、うん、出したよって、なんすかこれ、嫌なやつだよね。どうやって、こんな状況でね、謝られてもない、どうやって交流するの。だからね、岸田さんも罪作りだよね、韓国は事情があって日本と仲良くしなきゃいけない、そういう事情があったんだから、おいいよ、その代わりレーダー照射ちゃんと謝れと、再発防止策を持ってこいと、ね、それで納得したらね、まあちょっと仲良くしちゃってもいいよっていう言えばいいのよ。これ棚上げして日韓交流してるわけでしょ、これ棚上げしていい問題じゃないですよ、棚上げしていいものと棚上げしちゃいけないものがあるからね、そこの判断ができないんだよな。で、今頃に及んで防衛交流、再発防止確認、いやいや謝罪ですよまず、はい、いいですか、心の困った謝罪があって初めて再発防止確認ですよ。謝罪ないのに再発防止って意味わかんないですよ。だって向こう、おお、照射したよと、自衛隊に威嚇されて危険を感じたから照射してやったんだ、文句あっかって言ってんだよ。で、再発防止確認もあるかいな、それ。ねえ。あ、これ開き直りがなければまだね。いや、すいません、事情があって出しちゃったんです、ごめんなさいぐらいだったらいいけど、最後、おお、照射したよと。ええ。恐怖を感じたからね。仕方なく照射したんだ。全部自衛隊の責任だって言ったんだよ。この水 を埋めるのはもうね、謝罪以外ないんですよ、これ。嘘に嘘を塗り固めてね、ええ、これ謝罪なしで再発防止確認って何それ。もう本当国交断絶していいレベルでしたからね、あれは、ええ、舐めてんのかって話ですよ。なんでその言い草は最後開き直り、うん、やばいよね本当に。なんか日本、いや別に韓国と仲良くしなくたってね、全然日本はいいわけですよ。韓国は日本と仲良くしなければいけない事情があるから来てるわけで、ここで謝らせなかったらダメですよ。だからね、ビールと日韓関係は冷えてるほどいいって前から言ってますでしょ、うん、なんか日韓関係がね、良くなきゃダメなんておかしいよね。良くなきゃダメっておかしいし、それ。ええ。どの距離感がいいかって、それぞれね、あるわけだから。ビールと
日韓関係は冷えてるほどいいということです。